打ったわけなんですが、4年連続の20ホーマー、そしてオールスター前に20本打ったのは今シーズンが初めてです。さあ大野のピッチングですが、野村がボールを握り直してショートマウンド、エムの先発登板です。さてベイスターズの方ですが、ピッチャー野村に変えてちょっと良くなるのがちょっとしんどいかなというところなんですかね。そうですね、後半戦の開幕ということでね、いつ変えてもおかしくないという内容だったですよ。大谷監督が就任、そして6勝6敗という成績、やはりこの後半戦に野村を持ってきた、この開幕スタートに野村を持ってきたということは広島との相性ということもあるんですが、やっぱり野村に頑張しげ、そしてピンチヒッターで山根を打ち取ってツーアウトを取りました。これもファーストライナー、いいですよ、シャープですよ、シャープですしね、球を恐れないですよね、もう向かっていく姿勢がいいですよね。はい、コーのタイムリーで6回に1点を取りました広島、1点を追加して5点目を取っています。なおも2アウトランナーが今シーズン第21号のソロホームランを打っています。しました。4年連続の20ホーマー達成、そして今日は21本目のホームランを打っています。ベイスターズベンチです。打ちました、打球はショート左に回り込んでボールをすくい上げて一塁に変えて、春が右バッターボックスに送られました。ピンチヒッターの春をバッターボックスに迎えています。時間を迎えます、辰川さん、大野投手のここまでのピッチングはいかがですか。中盤に来ても特に来るんですかね、投球テンポでね、相手を牛耳ってますね。はい、これも当たり損ね、ショートゴロです。バッターボックスには1番の石井が入ります。この回もオールがワンアウトを取りました。ピンチヒッターの春を打ち取っています。6回のマウンドワンアウトランナーはありません。これでノースリー、石井のカウントがノーストライク、スリーボールです。ヒットストレートのフォアボール、これは必ずしもそういうことではないんですか。投げづらいバッターのはいるんですよね。左でもね。さあワンアウトランナーが一塁です。バッターボックスは3番の、いや2番の進藤が右バッターボックスに与えています。さあベイスターズは2番の進藤ですが、大野はここまでベイスターズ打線を4安打に抑えています。無得点に抑えています。サードコーチのサインを確認します。これは当然そうなんですが、何もないでしょうね、5対0ですからね、アウトしたら、石井がスチールをね、盗めた時にするぐらいのことでしょうね。さあ進藤がもう一度このサンディーコーチャーズボックスを確認します。
ち上げました。ロペスが出ます。ロペスがファールグラウンドでボール、まあ、5点差開いてしまいますとこれもうローズは打っていくしかないですね。そうですね、はい、あ、さあ2アウトランナーは1塁、初球はボールです。引っ掛けました。2アウトランナーが1塁です。ファーストランナーフォアボールを選んだ石井が1塁キャンパス上、バッターボックスは3番のローズ。バーバンから投球、3球目ショート真正面だ。フォーが抑えて